どうも、無印マニア無常です。良品週間も残り数日となりましたね。良品週間中に買ってほしいというものがまだありますので、第2弾をお届けします。ぜひお買い物の参考にしてください。それでは早速行ってみましょう。無常にお任せ。まずは消耗品から紹介していきます。この機会ですから消耗品ね、いろいろ買っておきましょう。順番に紹介していきます。まずこちらですね、ウレタンフォーム3層スポンジ3個入り。これは3層になってて泡立ちがいい層と、それからこの裏は水切れがいいウレタンフォームになっております。これはもう定番の消耗品。こちらグレーもありますので、うちでは食器用とシンク用みたいな感じで色分けで使ってます。これはぜひ買ってください。それからこちらですね、もうこれも定番、落ち綿根布巾、大拭きとか雑巾とか何にでもできるね、マルチな布巾、これ買っといてください。それからですね、こちら大判布巾、もういっぱい使ってますから、うちでもこれ2枚組シワシワで、これ1枚あれば家族4人分ぐらいのね、食器洗い終わりの水拭きが完了するというね。なので落ち綿根布巾もいるし、大判布巾も必需品です。買っときましょう。それからこちらね、雑巾、ちっちゃい雑巾で、これ生地なんかしっかりしてるから、しっかり雑巾、こんなんね、何本あってもいいですから、これも買ってきましょう。それからね、こちらキッチンペーパー、もう白いキッチンペーパーよりもいいですから、これも買ってきましょう。ちなみにこれは結構ねでかいですから、オンラインで買っちゃいましょう。持って帰る時にねかさばりますから、車で店舗に行ってる人はねいいと思いますけど、車に入れて持って帰りましょう。それからこちらですね、水切りネット、これここにこの切り込みがあるんでね、こっからこうピーっとね、こうやって引っ張り出すことができます。でこれね、100均のより質がいいです。これもね買っときましょう。ほいでこれですね、野菜や果物の鮮度を保つポリエチレン、野菜や果物の鮮度を保つポリエチレン袋。これは何がいいっていうと、残った野菜とかをねこの袋に入れて冷蔵庫で保存しとくと、保存期間がね長く持ちますんで。なぜかというとですね、この袋、これにですね、ホタテの貝殻の粉末が練り込まれてるんですよね。そのアルカリ性の強い貝殻の成分が細菌の繁殖を抑えて鮮度を保つというものになりますので、これも買ってきましょう。なのでこの辺の消耗品ね、これ買ってきましょう。後ろからつけるイヤーマフ1990円。さあこれからだんだんと寒くなってくる季節ですね。この耳当て必需品になってきます。もう自転車乗ってる時とか、ほんと耳当てないともう耳取れるんちゃうかっていうぐらい寒いですよね。でこのイヤーマフはこんな感じで形状記憶みたいになってるんで、ちっちゃくコンパクトに収納することができます。でグイッとこう広げますと、こんな感じで後ろから挟む仕様になっています。でこうやってね、後ろから挟むので、こう髪型がね崩れにくいという特徴があります。これね、こうやってコンパクトになるから、カバンとかにパッとねしまえるのですごくいいんですよね。しかもめちゃくちゃ暖かいです。ぜひ 10% オフ中にチェックしてみてください。再生ポリエステルボアフリースハンドウォーマー990円。こちらモコモコのねハンドウォーマー、これ僕はですね去年モデルなんですけど、こうやってですね、ここに穴が開いてますので、親指を入れることで指先がねこんな感じで出た状態での作業ができる。パソコンとかもね打てます。ポチ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 ってね、これね指先が空いてるので、何か手先で作業することができるので、非常にあったかで使い勝手がいいです。見てこのモコモコ、もう白くまよこれで。長さは手首のちょっとここぐらいまでですね。でこれですね、視聴者さんに教えてもらったんですけど、もうちょっと指先が寒い時は反対に入れるんですって。するとですね、こうやってこっちが短くなって指先の方が長くなると。これはナイスアイデアでしたね。ほら長さが違う、反対にすると。ちょっとでもね指先を温めたい時は反対にして使うっていうね裏技があるそうです。なるほど。いやこれね本当にポカポカあったかいので、この冬場はね特に重宝しますんで、ぜひこの 10% オフ中にチェックしておいてみてください。今なんかね、クラシルリワードっていうアプリが話題なの知ってますか？これこのアプリ、これ日々の移動でどんどんポイントが貯まるアプリで、僕もねやってみたんですけど、何がやばいって、電車とか車とか自転車とかで移動してる間にポイントが貯まっていくんですよね。で貯まったポイントはペイペイとか楽天ポイントとかポンタポイントとかに変えれたり、あとドトールのコーヒーとかファミマのコーヒーとね交換できるんですよね。コーヒー好きな僕としてはたまらない。で日々移動って絶対みんなするじゃないですか。歩く人もおるし、自転車乗る人もおるし、車の人も電車の人もおると思うんですけど、
その間にこのねアプリ内でポイントが貯まっていって、それが楽天ポイント買えれたり、コーヒーとかねタダになったりとかねするっていうのはマジでお得すぎます。しかもねポイント貯まるのもね、なんか結構なんかこの人参のゲージが溜まっていくんですけど、普通に電車乗ってたらなんか勝手に溜まってたりとかするので、なんか日々ねどんどんポイントが溜まっていきます。でしかもこれレシピで有名なクラシルが運営してるアプリなので安心です。概要欄にね貼っておくので、興味のある人はぜひアプリダウンロードしてやってみてください。スウェットシャツ1990円、こちらの長袖のですねスウェット生地のトレーナー、これね1990円の割にめちゃくちゃ質がいいんですよ。これ僕前回グレーを買ったんですけど、ちょっとあまりにも良かったんで黒買いました。でグレーはねちょっと家用っていう感じで買ったんですけど、黒だったら外にも着ていけるので2枚目購入ですね。これほんといいよ、質感わかるかな、伝わる。裏はこうやってね、あったかいやつモコモコになってます。で表面これ非常にこれねいい質感の滑らかなねスウェットシャツで、女性物もあるんですけど、女性物はねちょっとこの丈が短いです。なので女性がねこの男性物を着るっていうのが可愛いポイントだと思うので、これはこの冬それから来年の春も全然ね着れますので、ちょっとでも安いし、まあ普通にしててもね安いんですけど1990円なんで、まあでもちょっとでも安い時にねぜひチェックしてみてください。これはちょっと急がないと売り切れる可能性があると思います、この良品週間中。特にね S とか M サイズなのでお早めに。足なり直角、履き口柔らか、両面パイル編みルームソックス790円、こちらの靴下なんですけど、これ最近新発売されたものなんですが、これがねめちゃくちゃ暖かくて家用のソックスとしてはかなり優秀だなと思います。外側も内側も綿素材のパイル編みということで、生地がですねこんな感じ、もうタオルみたいな感じです。でこれ二重と言いますかね、こんな感じで2枚組みたいな感じになってまして、中に空気の層ができることで暖かであると。で自分の体温によって温まった空気がこのね間の空気の層になることで暖かっていうのをね最近視聴者さんに教えてもらいました。すごく肌触りもいいのでめっちゃおすすめです。これただまあこのパイル地なのでちょっとね傷むのは早そうな気もしますね、見た目的に。で去年までは暖かいルームソックスといえばこのボアフリースルームソックスっていうのがまあ有名だったと思うんですけど、このソックスはねどっちかっていうとフィット感があまりないんですね。でもこれは本当にもう靴下というか足の形にかなりフィットするので、これを履いてからはね僕はこっちの方が好きになったし、こっちの方がおすすめになりました。もうめっちゃ寒い時はこれの上にボアフリースルームソックス履いていいんじゃないかっていうぐらい、僕はこのあったかい生地なのにフィットする感じが好きですね。カラーバリエーションも多くて可愛いので、ぜひこの期間中にチェックしてみてください。軽量ダウンノーカラージャケット帯電防止裏地5990円、さあこちらもですねもう今や定番のインナーダウンと言われるやつですね。これ今年モデル僕また新しく買ったんですけど、今回はですねこの裏地、この裏地がですね帯電防止裏地ということで、まあ、静電気が起きにくい裏地になっているそうです。これね脱ぐときセーターとか着てて脱ぐときバチ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 みたいなね、スーパーサイヤ人ですかみたいな感じになってたんですけど、そのあたりが軽減されていると。でこちらダウンは膨らみの大きな750フィルパワーの羽毛を使っているということで、調べてみますと550以上あれば軽量で暖かということですので、日常生活の防寒にはもう十分という感じですね。でまあご存知の通りかなり薄いですので、スーツのインナーに着たりとかコートのインナーに着るっていう感じで、インナーダウンとして活躍してくれるアイテムですね。でこちらの内ポケットに丸めて収納できるようになってますので、使わない時は小さく畳んでおくこともできると。でこのインナーダウンは今ねお家の中で着るっていう人も多いんじゃないでしょうか。僕もねお家の中で寒いなって思う時はこれを着てることが結構ありますね。ですごく薄いですしノーカラーなので、こういったパーカーとかねちょっと大きめの服のインナーにも全然着れるので、まあ、一つ持ってるとかなり重宝すると思います。まあ、これもね5990円と、まあ、ある程度値段が張りますので、ぜひこういったね 10% オフの期間中に購入してみてください。英語月曜始まりバーチカルスケジュール帳1090円、さあこちら2024年バージョンの手帳ですね。こちらバーチカル手帳で見開きはね2024年1年間のスケジュールが書き込めて、その次のページからは2023年の12月始まりで、そこから2024年の1月から順番に始まっていきます。で12月があって2025年の1月があって、
て、その次のページからはこのように1時間ごとにスケジュールを書き込める仕様になっています。これがバーチカル手帳ですね。で、僕は今までマンスリー手帳を使ってたんですけども、ちょっとね、今やることがすごく多くなってきたので、もうこのね、時間単位で、区切れる手帳が欲しかったので、今年というかね、この2024年はこのタイプでいこうと思って買いました。で、このバーチカルが終わった後はですね、フリーページ、罫線が入ったフリーページが、だいたい20ページ分ぐらいあるっていう感じになっています。そろそろ2024年の手帳を買っていく人も多いと思うんですけども、無印にはこのバーチカル以外にもマンスリーとかウィークリーとか、マンスリーウィークリーとかね、いろんなタイプがあります。で、2022年にこちらの動画を出しておりますので、こちらで無印に売っている全手帳を紹介してますので、よかったら見てください。ただ今年ですね、新しく手帳が横タイプのものとか出てるんですけど、それはこの動画では紹介できてないんですけど、まあ、大体どんな手帳があるのかっていうのは見たら分かっていただけると思うので、手帳ね、気になる方はよかったら見てみてください。概要欄に貼っておきます。蒸れにくい暖かファイバー厚手ハーフケット1990円。こちらハーフケットということで、まあ、結構でかいんですけど、何センチだっけ、 140×100 センチ、膝にかけたり肩からかけたりして温まることができます。で、これ蒸れにくい暖かファイバーの素材ですから、まあ気持ちいい、触り心地最高ですし、もう暖かさも文句なしでね、ここにこうやってボタンがついてますので、肩からかけた時とかにずれないようにボタンで留めておくことができます。で、これと同じような商品で、暖かファイバーボタン付きブランケット2490円というのが発売されてます。今年新発売だったのかな。サイズがその2490円の方がちっちゃいんですよ。 80×130cm、 この暖かファイバーのあれが違うんでしょうね、毛足が長い方の暖かファイバーなのかな、まあ、よくわかんないんですけど、ちょっとねちっちゃめなんですよ。なので、まあ、サイズで選ぶのでいいんじゃないでしょうかね。こっちの方が500円安くてサイズも大きいので、まあ、こっちでいいんじゃないかなって僕は思っています。これはね、本当に暖かいので、ちょっとお家でソファー座ってる時とか、なんかちょっと椅子に座ってる時のね、寒さ対策として1枚持っておくといいと思います。あとペット用とかにもいいかもしれません。ワンちゃん猫ちゃんの暖を取る用のブランケット、子供用にもいいですしね、サイズ的にもね。うちは子供が昼寝したりしたらね、これかけたりしてます。パーソナルホットマット2490円。これちっちゃい座布団サイズのホットマット、これめちゃくちゃ使えます。僕これは去年モデルなんですけど、今年モデルからはですね、弱と強と暖かさのね、調整ができるようになってます。去年モデルはもうスイッチしかなかったんで調整はできませんでした。で、こちらはですね、もうマット全体が温まりますので、足元に置けばね、足元ポカポカしますし、椅子に置けばお尻がね温まるという、もうめちゃくちゃ使い勝手いい。いや、ほんと僕暖かアイテムいろんなの持ってて大好きなんですけど、真冬に長時間座ってデスクワークしてると本当に足先から体全体冷え切ってくるんですよね。なかなか動かないので、なのでもうあらゆるアイテムを使ってね、暖を取るんですけど、その中でもこの文明の利器によってね、暖を取るというね、めちゃくちゃ使えるあったかアイテムですので、ぜひチェックしていただきたいんですが、ちょっとね、好評のため品切れになってることもあるというふうにね、公式ホームページの方に書いてるので、まあ、見つけた方は早めに買った方がいいかなと思います。スカルプケアローション1290円。こちら使ったことありますか？使うとですね、翌日髪の毛がシャキッとするのと、頭皮にちょっとできたニキビなんかもね、次の日ね、ちょっと枯れてる感じがします。これ隠れた名品なんでね、ぜひチェックしてほしいです。有効成分としてグリチルリチン酸ジカリウムと酢酸 DL なんちゃらトコフェロールを配合した育毛ローション、頭皮と毛髪を健やかに保ちますという商品で、効能がですね、育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、発毛促進、老け、産後の脱毛、羊毛です。1290円というね、このお手頃価格でこれだけの効能があるっていうのはね、もうコスパ最高なので、皆さんね、お顔のケアはされてるかとは思いますが、ぜひね、お風呂上がりにこの頭皮のケアもしてあげてください。髪も大事です。残炭を使った暖かファイバー肩掛け999円。こちらもですね、新商品ですね。これめちゃくちゃ触り心地もいいし、あったかい、もうこの今入れてるこの下の手がもうあったかいもん。これですね、こういうね、ちょっと特殊な形をしておりましても、肩にかけるに特化したアイテムですね。こうやって肩にかけまして、パチッと止めることで、はい、こんな感じでですね、めちゃくちゃ暖かい。これね、今の時期はまだ暑いぐらい、もうでもこれ真冬にはね、絶対重宝します。これまた999円というね、コスパ最高のアイテムですので、こちらもぜひチェックしてください。ソーラークッキングスケール3490円。
こちらもですね、非常にシンプルなキッチンスケール、はかりですね。こちら最大2キロまで測れまして、明るいところでしたらね、このソーラーパネルによってソーラー電池のみで稼働してくれます。で、これの特徴はですね、ここの上の蓋の部分をひっくり返すとこんな形状になってまして、長いパスタを測るときにバラバラっとこぼれ落ちずに測れるという、そんなね、工夫のあるクッキングスケールになっております。このね、シンプルなデザインがまたね、無印らしくていいなと思うので、これも 10% オフ期間中にぜひチェックしてみてください。コップとしても使える簡易飲料用保温保冷ホルダー1290円。こちらですね、普通にコップとしても使える保温保冷用のホルダーなんですけど、缶飲料がぴったりと収まります。こっちは 350ml の缶、こっちは 500ml の缶ですね。なので普通にコップとして楽しむこともできるし、夏場なんかは缶ビールとかを食卓でもね、冷えたまま飲むことができるということで、 2way スタイルのコップになります。これ本当おすすめ。もう最近はね、こればっかり使ってますね。真夏に保冷効果も実験しましたが、結構長時間温度をキープしてくれる優秀なアイテムでしたので、これはもう持っといて損はないアイテムですね。ぜひこの機会にチェックしてみてください。フライパン3990円。良品週間中だからこそ、ぜひね、これちょっと買ってもらいたいなと思います。鉄フライパン、これでお肉調理するとね、めちゃくちゃうまいんですよ。これでローストビーフみたいなの作ったりとかね、したら本当に美味しいですね。チャーハンとかもめちゃくちゃうまい。で、これはですね、もう一生ものです。まあ、ずっと一生もので使えるっていうところが本当にいいところですよね。最高にかっこいい男のロマンみたいなところがあります。だんだんとこう使ってるうちに黒くね、育ってくるわけですよ、この鉄フライパンが。しっかり熱してあげるとこびりつくなんてこともないですし、キャンプとか行くときもね、このまま持って行って使えるわけです。普段はね、使いやすいフライパンがいいって思うかもしれないですけど、せっかくなんで良品週間中にね、こういうのをちょっとゲットしてみるっていうのもいいんじゃないでしょうか。肩の負担を軽くする撥水リュックサック3990円。これは僕の動画でも何度も紹介してきてるので、無印好きな方をね、もう持ってる方が多いんじゃないかなとは思うんですけど、もしね、まだ持ってないという方はこの 10% オフの機会に買ってみてください。リュックサックとしてはかなり優秀だなというふうに思います。まずこの特許技術で肩のね、負担を軽減する肩紐が無印オリジナルで作られてるんですね。なので重たい荷物を背負った時に本当にね、軽く感じます。それから他にもね、結構機能的で、両サイドにポケットがあるので、ここに水筒を入れたりすることができますし、この背面にね、あるポケット、ここには鍵とか交通系の IC カードとか小銭入れとかお財布とか、まあいろいろね、小物を入れておくことができるので、わざわざリュックを下ろさなくても小物が取り出せるという便利な機能です。で、リュックの中を整理するために、この縦型のバックインバッグね、これかなりしっかりしてて、リュックの中をね、綺麗に仕分けすることができますので、バックインバッグ使うのがおすすめですね。一時ね、人気で売り切れてること多かったですけど、今はどこの店舗行っても結構見かけるなと思いますので、多分これは手に入ると思います。多分横型の方が人気ですね。で、PC の収納ポケットもありますし、キャリーバーに引っ掛けられるようにベルトもついています。で、この生地には撥水加工がされているということで、カジュアルなシーンでも使えますし、旅行行く時とかにもすごく便利ですし、黒であれば全然ビジネスシーンでもね、おかしくないです。本当に僕はもうこれね、毎日のように使ってお世話になっているリュックサックですので、非常におすすめできますので、まだ持ってないという方はね、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。良品週間は11月6日月曜日まで、ネットストアは7日の朝10時までとなっておりますので、気になったアイテムがあった方はぜひこの 10% オフの機会に買ってみてください。皆さんがこの良品週間中に買ったアイテムもぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。このチャンネルは無印マニアの僕が様々な無印のアイテムをレビューしていくチャンネルですので、無印好きな方は見逃さないようにチャンネル登録していってください。それからまたインスタや公式 LINE の方もやっておりますので、概要欄の方よかったらチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。無常にお任せ。